雲流フレックスビルは愛知県名古屋市の各審査会2丁目にある超高層ビルである。雲流フレックスビルと表記されることもある。雲流山監督寺という寺院が境内の一角に作ったビルで滝日を丸の内ビルや住友生命名古屋ビルと並んで名古屋で最も早く作られた超高層ビルの一つである。完成当時の名称は雲流ビルで、 現在、UNRYU フレックスと横書きで記されているビル最長部の看板が縦書きで、雲流と記されていた。雲流フレックスビルは、地上24階、地下2階の西館と地上10階、地下1階の東館の2棟から構成される。西館の高さは、地上約90メートルで、名古屋市営地下鉄東山線、新栄町駅周辺では長らく最も高い。 超高層ビルであったが2008年に完成した地上約100メートルのマザックアートプラザにその座を譲った。しかしながら、現在でも新査会町駅周辺は超高層ビルが少ないエリアであるため、西田で24階にあるバー、ベルボアールと西田で22階にあるガラス張りのトイレが有名な焼肉店、炭火焼肉コギちゃんで眺望を楽しめる。 ビル内にコンサートホールが作られたことや、中京テレビの深夜番組、ラジオでごめん、ラジゴメ2金曜日の王様、ラジゴメ3本社マカ共和国が毎回ビル内の飲食店から生放送されていたことから、一般的な知名度は高い。ありがとうございます。